この動画を見ればあなたが万事グジグジか、それとも総事グジグジか分かります。身長美容医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日のオープニングキモいっていう声ね、もしかしたらねあるかもしれない。だけどね、それだけね気合が入って本当に今回すごいデータが取れちゃったということで、今日はね有料級っていう表現もねできるんじゃないかなと思うんだけども、本当にね改めてなんだけども、皆さんに感謝申し上げます。何が感謝なんだよってところなんだけど、具体的に申し上げると先日ですね、皆さんねご存知かもしれないですけど、 YouTube のコミュニティを使ってアンケートの方を取らせていただきました。具体的に言うと男子向け、いわゆるですね思春期症状の目安となるですね毛やですね声変わりについてのアンケートを取らせていただきました。そこでなんとご回答いただいた数7532名、ありがとうございます。パチ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 、本当にありがとうございます。ってことで本当これってすごいことだなって改めて思います。例えばですけど、私がですね大学にまだいた時代のことなんですけども、その時にですね私もですね、外来の調査っていうのを行ってた時期があって、もう毎日ですね紙ベースでアンケート用紙をですね皆さんに配らせていただいて、それを回収して、でそれを統計解析して、実際最後論文まで提出しましたけども、その時はですね1年間毎日のように麻酔水垂らして、やっとですね何十名とかですね、100人取るのも大変、1000人取ったらもう本当にそれはすごいことみたいな感じで、アンケート調査を行って非常に難しかったんですけども、この YouTube というねとんでもないこのツールによってですね、なんとわずか数日で、しかもこうクリック一つで7532名のですねデータが集まるということで、本当に皆さんありがとうございます。ということで、いただいたデータをもとになんですけども、皆さんにですねその情報を共有させていただいて、あなたが早熟なのか晩熟なのか、そちらの方ですねお話しさせていただきたいと思いますので、早熟なのか晩熟なのか気になる方はぜひ見てください。よろしいでしょうか。まずはね男の子のデータですよってところです。女の子のねデータをねアンケートを取ると、おそらくね私のアカウントがねバンされてしまうので取りにくいってことで、男の子のデータを共有させてください。でポイント5つで、1つ目は陰毛のデータ、2つ目は声変わりのデータ、そして脇毛のデータ、そしてですねひげはですね鼻の下と顎の下で分けておりますので、こちらの5つの項目についてね解説させてください。ということで、まずはですね陰毛、皆さんね気になるところかなと思うんですけども、今回ね7532人のねデータをいただいたんですけども、この陰毛のデータだけ274票ということで非常に数が少ない、匿名とはいえちょっと恥ずかしいのかなっていうところだと思うんですけども、今回いただいたデータはこちらです。ということで10歳から14歳のデータに書いてあるんですけども、こちらですね10歳が 6%、 11歳が 15%、 12歳が 32%、 13歳が 25%、 14歳が 22%、 こういったようなね投票数になりましたけどね、皆さんいかがでしょうか。ここでポイントになってくるのが、ここから平均値を出していくわけなんですけども、10歳0ヶ月として計算するのではなくて、10歳の項目は10歳6ヶ月が平均値として考えて今回平均値を出しております。ということで、こちらのデータから得られる平均値はこちら 12.9 歳、つまり12歳11ヶ月程度というのが今回の陰毛の平均値ということになります。面白いですね。過去に昔のチャンネルで平均の陰毛のですね年齢を発表したこともありますけど、それとですねものすごく近い数字が出てきて本当に信憑性が高いなと思っております。ということで12歳11ヶ月がいわゆる平均的な陰毛の生える時期というふうに今回お伝えできるのではないでしょうか。それに対して上位約 20% ですね、5人に1人ぐらい相当晩熟って表現できると思うんですけど、そういった方は14歳6ヶ月という表現になりますので、14歳6ヶ月よりも遅くですね陰毛が生えてくるようなタイプのお子さんは超晩熟って表現ができると思います。一方で10歳6ヶ月未満ですと、まあ、上位 6% みたいな表現ですので、かなりですね早熟度合いが早いというのが分かります。いかがでしょうか。こんな感じでどんどんねデータ共有していきます。もう今日はねかなりメモするところがあるかなと思いますけど、よろしいでしょうか。次ですね、声変わりってことでね、声が低くなる現象ですね。声変わりのデータはこちらってことで、11歳が 13%、 12歳が 24%、 13歳が 27%、 14歳が 23%、 そして15歳が 13% ということで、こちらもですねもう同様にですけども平均値ですね計算させていただくと、声変わりの平均年齢は13歳6ヶ月です。それに対して超晩熟タイプね、15歳6ヶ月以降上位 13% ってことですので、15歳ぐらいで声変わりする人はかなり晩熟であるということがよくわかります。そして同様に11歳
歳半未満であると上位 13% の早熟であるということが言えますので、簡単に言うと小学生の時期に声変わりするようであると少し早いかなっていう印象になってくると思います。次ですよ、脇毛ということで、こちら2147票ね、票入ってますね、ありがとうございます。こちらですね、12歳で 15%、 13歳で 21%、 14歳で 29%、 15歳で 18%、 16歳で 17% ということで、平均の年齢を計算していくと14歳6ヶ月ということで、14歳6ヶ月で脇毛がですね生えると、いわゆる平均的な年齢というふうにお伝えできるかもしれません。それに対して上位 17% 程度、16歳半で脇毛が生えてくるとかなり晩熟な方という表現ができると思います。一方で早熟の中で上位 15% ってなってくると12歳半ですね、だからまあ小学校の間ぐらいに脇毛までね生えてくるとかなり早いというような表現がねできるかもしれませんけど、いかがでしょうか。はい、次ですね、鼻下のヒゲということで、ここのヒゲですね、こっちのヒゲの方はですね、大下のヒゲよりもですね、まあ、早く生えると思うんですけども、それが何歳ぐらいで生えるかというのをチェックしてきてるので、今回1909票のね票が入ってますけども、こちらです、12歳で 20%、 13歳で 18%、 14歳で 26%、 15歳で 19%、 16歳で 17% ということで、こちらも計算していくと平均はですね14歳6ヶ月というような形になりますので、14歳6ヶ月ぐらいではここら辺のヒゲが生えてくると平均値、それに対して超早熟って表現になると12歳6ヶ月、そして超晩熟って表現になると16歳6ヶ月程度というような表現がですねできるかなと思います。そして最後ですね、顎下のヒゲですね、こちらのデータですね、1525票、13歳のデータが 15%、 14歳が 20%、 15歳が 29%、 16歳が 17%、 17歳が 19% ということで、平均の方ですね15歳7ヶ月というような形になってまいりますので、15歳7ヶ月程度ですね、まあ、顎のヒゲの生えてくれば平均的なスピード、それに対して13歳6ヶ月程度で生えてくるとかなり早熟傾向が強く、17歳6ヶ月程度で生えてくるパターンだと相当ですね晩熟だというふうに言えると思います。こんな感じでデータの方で見ていきました、いかがだったでしょうか。皆さんね、早熟だったですか晩熟だったでしょうか。高い年齢でそれぞれの項目が達成されているような場合は晩熟という表現ができますし、平均値よりもですね若い年齢でそれぞれの項目が達成されている、まあ、比較的早熟というような表現になってくると思います。本当にね面白いデータだったなと思いますね。ということで今回はねデータちょっとまとめてみて、最後にですね大体上位 17% ぐらいのですね超晩熟系の特徴、そして平均、そして上位 13% 程度の超早熟系の特徴ですね、お話しさせていただいてこの動画ね締めたいと思います。ということでまずですね、超晩熟系の特徴、14歳6ヶ月に陰毛が生えて、15歳6ヶ月に声が低くなって、16歳6ヶ月に脇毛が生えて、16歳6ヶ月に鼻の下にヒゲが生えて、17歳6ヶ月に顎下にヒゲが生えたらあなたは超晩熟ですってことですね。面白いね。それに対して12歳11ヶ月で陰毛が生えて、13歳6ヶ月で声変わりをして、14歳6ヶ月で鼻毛が生えて、14歳6ヶ月で鼻下にヒゲが生えて、15歳7ヶ月で顎下にヒゲが生えたらあなたは超平均です。そして最後ですね、超早熟系、まあ大体上位 13% か 14% ですね、10歳6ヶ月で陰毛が生えて、11歳6ヶ月で声が低くなって、12歳6ヶ月で脇毛が生えて、12歳6ヶ月で鼻下にヒゲが生えて、13歳6ヶ月で顎下にヒゲが生えてくる、こういったようなペースだとかなり早熟というような傾向が見られますので、身長という面だとちょっと注意が必要ですというような表現になってくると思います。まあ、こんな感じかな。本当にでも今回ねこのデータがあまりにも優秀すぎて、もうちょっと深掘りねまたね解析していきたいなと思いますけどね、今後もですね身長に関する、ね、配信していきたいと思います。身長に関する疑問がありましたらぜひねコメント欄に記載お願いします。身長ビヨーン、バイバイ。